マップオブチャイナプロビンス、レベルディバイオンズバイ GDP インビリアンズ 2017, フィギュアス中国行政区分別総生産一覧2018年度の中国の GDP は89兆6915.60億元であった。また、表にある全国の GDP とすべての中国行政区の GDP を合わせた値、91兆4707.46億元号は一致しない。 また、米ドルは1ドルイコール6.62元、1日本円イコール16.69元として、換算している。GDP が最も多い行政区は、関東省の9兆7277.77億元であり、中国経済の約1割を占めているのに対して、最も少ない行政区は、チベット自治区の1477.63億元である。 これらを国で当てはめた場合、関東省はスペインに近い値であり、チベット自治区はトリニダード・トバゴに近い値であった。一人当たりの GDP が最も多い行政区と最も少ない行政区。参考までに日本の県民所得での格差は2016年で約2.39倍である。一人当たりの GDP は、北京市は米ドルベースに換算すると21,193ドルで、 ある。これは南欧のギリシャに近い値である。逆に最も低かった甘縮省は南高架カソスにあるアゼルバイジャンに近い値である。また、台湾の一人当たりの GDP に対しての比率は、北京は約84.7%であり、全国は約39.1%、甘縮省は約18.9%となる。一人当たりの GDP が 最も多い北京は日本円に換算すると234万182円である。日本の都道府県では沖縄県と鳥取県、宮崎県の間に位置している。なお、これらの3県の県民所得は都道府県の中では会グループに属する。中華人民共和国国家統計局。 中国統計年間2010によると2005年度の国内総生産は184,937.37億人民元である。以下の表は中国の小クラスの行政区分を行政区分内における総生産高が高い順に並べたものである。単位は億人民元。中国2000年度の国内総生産は99,214.55億人民元である。 以下の表は中国の小クラスの行政区分を行政区分内における創生参考が高い順に並べたものである。単位は億人民元。ありがとうございます。